おはようございます。6月3日減量64日目になりました。今日は、糖質制限ダイエット、ケトジェニックダイエットについて質問をいただいたり、やっていることが合ってるかとかいただいたのでお答えしていこうと思います。ただ1日ではお答えしきれないので、3日か4日ぐらいに分けてお答えしていく形にしようと思います。まずケトジェニックダイエットの、基本的な仕組みなんですけれども、糖質炭水化物を制限して取らないようにして、タンパク質と脂質を多めに取って、その中でも脂質を多めに取って、多めに取った脂質からエネルギーを生み出すというダイエットの手法です。ケトジェニックダイエットの、間違いやすいというか難しいところっていうのが、私の実体験も含めてなんですが、主食であるお米やパンや麺類などを抜くということは一番先に発想しやすい部分ではあるんですが、主食を抜いて他を食べて、制限をしてというダイエットであれば、それはただ単純にカロリー制限のダイエットになってしまいます。ケトジェニックダイエットであれば1日を通して全ての糖質に制限をかけなければいけないので、例えばサラダ、キャベツやレタスや人参や玉ねぎ、ごぼう、芋類、トウモロコシなんかも糖質が含まれるので食べないようにしてください。あとはサラダの時にかけるドレッシング、これも糖質です。やめていただければと思います。あとは魚やお肉などのタンパク質や脂質は多く摂っていただきたいと思います。しかしお肉を食べるときに焼肉のタレなんかをかけてる方もいますので、焼肉のタレ、 あとは焼き鳥であればタレの焼き鳥なんかは糖質が多くなってしまうのでやめていただければと思います。こうして糖質を極端に制限してあげることによって、脂質を取った脂質中からエネルギーを生み出してくれる体になっていくというのがケトジェニックダイエットの基本になってきます。あと数日に分けてどのぐらいの期間ケトジェニックダイエットをやればいいのか、はケトジェニックダイエットをすると最初なぜ体重が 2,3 キロぐっと減るのかとか、あとはケトジェニックダイエットの期間が終わった時にどういう風にして他のダイエットに移行していけばいいかなどもお話をしていければと思いますので、今後もよろしくお願いします。では今日も朝の空腹時のウォーキングから行ってきます。今からトレーニングをしていきたいと思います。今日は背中トレです。ただ左肘が曲げ伸ばしをすると笑っちゃうぐらい今肘が痛いので、軽めに終わろうと思います。やれることだけやっていきます。
今トレーニングが終わりました。これからも、何日間かにかけてケトジェニックについてお話をウォーキング中にしていければと思ってますので、よろしくお願いします。この動画が少しでもためになったり、モチベーションになったりしていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。